はちょっと用事があって東京駅に来ているんですけど、一人でお買い物してました。じゃーん、ハリーポッターが使っちゃった。出したいものがあります。何？なんか私、インスタで見た。そう。私のことをそうメンションしてくれてて、東京駅に昨日いて、ハリーポッターのお店ができてて、行ってきてちょっと前々に開封したいものが。マジで？何？ちょっとなんかどれ何するかすごい迷ったんやけど、でも一緒に開封して楽しいのあげたいなって思って。やばいやばい、これはやばい、やばいやばい、これはやばすぎる。え、どっちがいい？ちょっと待って、ちょっと待って、一緒に開封したいなと思って。したいしたい。じゃあこっちで。 OK。 でラインナップは8種類で、ハリー、ロン、ハーマイオニー、マルフォイ、スネイプ、マクゴナガル、ハグリッド、ダンブルドア。あー、なるほど。結構良くない？めっちゃいい、めっちゃいい。私の狙いはスネイプ。はい、私はロン。絶対ロン。いきます。はい、お願いします。これお互い当たったら最強やな。最強やな。めっちゃドキドキする。やばい。あ、なんかまだある。こういう感じですね。こういう感じですね。めっちゃドキドキ。やば。やばいやろ。かわいい。こっち向きやろ。こうかな。こっち向き？あ、こうや。こうか。え、ちょっと待って。あ、だから、こう出したら多分いける。いっせーの、めっちゃ。え？マクゴナガル。自分すごい。嬉しい。マクゴナガルやった。やった。先生コンビです。先生コンビ大好き。え、嬉しい。え、嬉しい。でもスネープ自引きしたんやけど。すごい。え、これが。え、私マクゴナガル先生。嬉しい。でも嬉しい。うん、大好き。え、嬉しい。これは3点以上買ったら、なんかランダムでステッカーでまだそれも見てないんやけど。行きます。種類結構ありました。じゃあ、あげる。あげる。大丈夫。いや、あげるよ。いや、あげるよ。魔法省好きやな。魔法省大丈夫大丈夫。はい、じゃあ次行きましょう。やばいすぎやろ。自分にはポーチを買って、ポーチと靴下買って。いいよ。じゃあ、これスリザリン。超いい。え、めっちゃいいやん。ポーチです。え、かわいい。めっちゃいい。ハリーの誕生日ケーキ。誕生日ケーキ。もう一個な。ラスト。ラスト。じゃあこれはステッカーコレクション。ダークバーに行くの。なんかステッカー2枚組なんか種類。まあ、例でこんな感じで。でもスネープがあるんですよ。あ、なるほど。スネープ狙いで。スネープ狙いで。なるほどね。でもここに書かれてないやつもあるらしいから、ちょっと何でいいか分からないけど、書きたいと思います。すごい、開けて。やったー。え、しかもそのお店になんかルーナのなんか靴の柄のカバンとか、ルーナのネックレスとかめっちゃいっぱいあって、めっちゃいいな。すごい素敵です。2枚入り。そうか、2枚入り。お、こうする。いきます。いっせーので、じゃん。おお、え、なぜ死ぬ、な死ぬ。いや、出すぎ。マルフォイのパパ出すぎやろ。ベラトリックスもいいな。あ、いいな。やっぱ新聞っぽい感じか。ね、本ってすごい。じゃあベラトリックスマルフォイにあげる。え、めっちゃ嬉しい。デスキ、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 じゃああげます。やったー。マルフォイパパですけど、こんな感じでした。